さて始まりました。トリプル XP ウィークエンド。なんと4月1日にベセスダがなんかトリプル経験値をやりますとつぶやいていたんですけどね。まあそれはエイプリルフールのジョークじゃないかと言われておりましたが、実現してしまいましたね。これは嘘ではありません。4月6日まで。これ3倍でやばいですね。今までは2倍でしたが。ということで私の構成では4倍までいくということじゃありませんか？ちょうどこの発表のちょっと前に、Steam のクライアントに関して、いろいろ新たな情報が出まして、で、無料で配布されるとか、そういった情報が出てきたんですけど、それを見たときに、あ、もしかしてこれ、トリプル経験値って、実際やってくれるんじゃないかとか、ちょっと思ったんですね。その無料ということからね、ベセスダ奮発してくれたろうと思ったら、もうすぐ次にね、これ本当に真実になりましたね。ではその Steam のクライアントの無料に関してちょっと気になる部分とかいくつかあるんで、まあそちらはゲーム内遊びながらちょっと見ていきましょうか。アトムショップも何か買いましょうかね。パトリオット塗装、これ派手ですね。ただしコンバットアーマー限定かな。これそれっぽいね。こちら買いましょうか。シアテラーバンドル、いろいろ被っちゃってますが、このハンターの衣装が欲しいかな。ハンターセーフティーベスト。それと、木目調のカメラ塗装。これもあるようですね。ハンターセーフティー塗装で、これは何でしょうね。まずはカメラ。これの塗装を変えてみましょうか。あれ？カメラ塗装は？木目調。ありませんね。おかしいな。ピップボーイ。ハンターオレンジ塗装。これのことかな？いや、でもおかしいな。木目調とか書いてありましたからね。まあいいや、とりあえずオレンジ色。こちらに変更。洋服はこれかな？オレンジのハンターセーフティーベスト。お、どうだ？おー。ボルトボーイにはぴったりかな？見た目的にもね。リュックはこれも意外と合ってますね。やはり山風の姿なんで、リュックサック合うのかな？ここら辺のネタ感があってもいいかな？ぬかコーラ。かっこよく行くんであれば、これですかね。うん。やはりこれか。そして今回使っていく武器が、これですね。クワッドコンバットショットガン。装弾数が4倍、V ダメージがアップする。あとはバッツの消費が 25% 減少。早速改造しましょうか。クワッドですから、リロードはほとんど必要なさそうですね。サプレッサーのスニーク構成いきますかね。あ、ショットガンって、オートレシーバーもあるんですね。爆発はついてないから多分ダメージの巻き戻りは起こりにくいと思うんですけど。やはり命中率を上げて1点を狙うようにしますか。となるとこれかな？生成レシーバー。アラインロングバレル。アラインストック。マガジン。これ相談数強化って書いてありますが、クワッドでさらに増えるってこと？ちょっと待てよ。現在の相談数は32。これを上げることはできるんですかね。そんなに上げてもね、打ち切らないでしょうね。試しに、じゃあ、スティングマガジン。これでどうなる？お、リローディングして、あ、34。ちょっと増えましたね。本当に微妙だな、これ。銃口はサプレッサー。現在の威力が121。ナードレージは発動中ですね。これを、ショットガン構成にしましょう。パーセプションは、あれがありましたね。スケートシューターか。これで1点を射抜くことができるようになりますね。ナイトパーソンをつけていきましょう。夜になると、イントが3上昇するんでね。経験値アップが見込める。ミスターサンドマンつけておきますか？こんなもんかな？現在の威力は、223。相当上がりましたね。じゃあ今回は、まずは定番のミュータントを倒して、どれくらい経験値が入るか。行った後に、あとは以前も言ったホワイトスプリング、そちらを試してみましょうか。警備ロボが 1.2 千ぐらい入りましたが、今回は4倍になるんで、2500ぐらいなのかな。すごく気になりますね、それはね。食べ物は、クランベリーレッシュ。前回作ったのがまだ残ってますね。これを食べていきましょう。
あら、変異して、ユータ類になった？今回はジャンプアップだよ、じゃあ。遊んでみましょうかね、久しぶりに。ユータ類のデメリットは？あ、イントが下がる。これまずいな。これは直しましょう。よくないね。で、ちょっとこのフォラと76、気になってる方とか、いると思うんですよね。遊んでみたいとか。で、今は、買った方がいいのかどうかとか。それもちょっと気になってると思うんですけど。私もちょっと、持っていてね。買った方がいいのかどうか、わからない状況なんでちょっと調べてみたんですけど、どうも今買ってしまうと、ちょっと金額的に損をしてしまうような、そんな感じになってるっぽいですね、今はね。パソコン版が今セールやってないんで、価格が4800円くらいするのかな。で、Steam 版が出ると値下がりになって、多分日本円で4200円くらい、4300円くらいかな。まあそこら辺に下がるんですね。だからこの分だけちょっと今買ってしまうと値段が高くなってしまう。まあ、ただ出るまでまだ2週間ぐらいありますから、それまでね、遊べるということも考えるなれば、まあそれほど高いとは言いませんけど。ただこの初めて買う人は、そのスチーム版出た時に、デラックスパックというのが売ってるんですよね。で、それがちょっと得のようで、本来は30ドル、3000円ぐらいするものが2000円分ぐらいで買えると。ここら辺はどうするか。まあ、ベセスザのページ、いろいろ価格が載ってるんでね。ちょっと見ていただいた方がいいかもしれませんね。とりあえず今購入して、得になるということは、ないのかもしれません。今後のこの、1、2週間で、セールがされた場合は、話は変わってきますけどね。では、メンタスベリー味、使いましょう。まだたっぷりありますね。18個。これで、インテリジェンスが33、経験値 100% 以上アップですね。この、その他の効果を合わせれば。合計400何%かな。じゃあ使っていきましょうか。クワッドコンバットショットガン。どれくらいの経験値になるのか。まずあいつだ。ふい！ああ、ちょっと待って。ダメージがえぐい。そして、経験値が966入りましたね。あら、あいつは死なかった。全然ダメージになってない。あららら、これひどいな。どうなってんの？全然聞いてないぞ。一体目はひどかったのに。あら、聞かない。おら、ああ、なんだあいつ。全然倒せないぞ。貴様どうだ？おら。クワッドコンバット、ショットガン。わあ。まともに入ると、やばいですね。一発が。どんだけ入ってんのこれ。一発が1000で、合計8発ですよね。何千というレベルですね。ダメージが。ここにも1体。血を打つ。1体目が900ぐらい入ってるから。やばいね、これね。ほい。966。やばい。やばいという感想しか出てこない。行くぞ。クワッドコンバットショットガン。さっくり倒していく。これが血濡れだったりすると、さらにやばいんでしょうね。で、スチーム版のなんか疑問にいくつか、ベセスが答えていましたが、実績機能はきちんとあるようですね。Xbox 版とか、PlayStation 4版、それと同じように、スチーム版でも実績が取れる。ただし、今までのデータを引き継いでしまうと、レベルアップに関する実績、それはね、ちゃんとキャラクター1から育てる必要があると。そういったことが書いてありましたね。まあ、ウエストランダーズでレベル1から遊ぶ予定の私にとってはね、実績機能取得も楽しめそうですね。あとそのベセスナの回答のページに気になっていた内容が一つありまして、チャレンジ完了、レベルアップした？今回やばいぞ。どれくらいレベルが上がるかわかりませんね。フォールアウトファースト？現在入ってる人は、なんかベセスダのカスタマーサポートに連絡することで、なんか解決方法があると。なんかそんなことが書いてあるんですよね。フォラとファーストは移行はできないという話でしたが、こういったことが書いてあるということは、おっと、コーション。大丈夫か？まあ、なんか、良いオプションがあるのかもしれないんですよね、その、カスタマーサポートに連絡することで。あいつ聞かねえ。
全然効かないぞ。銃とか、あ、これ威力減衰か。なるほど。投水量ダメージ下がるんだ。で、そのベセセサのページの文言が気になったので、実際に今現在連絡してみました。カスタマーサポートの方にね。で、返答がちょっといつ来るか、今はわからないんですよね。いろいろ、ウイルスとかの影響で、サポートの人も大変でしょうからね。とりあえずこの動画を公開する頃には、返答が来てるかもしれませんが、その場合は、動画の概要欄あたりね、どういう返答を得たとか、ちょっと書いておきたいと思います。ちょ、待って。わ。まあ、年間サービスはね、確かに、あまり安くはないですからね。1年間で1万いくらかな。値段ちょっと忘れましたけど。それを二重に契約するとなると、まあ、さすがにちょっとお高いですからね。多少は対処してくれるのかもしれませんね。そういったところは。バッツで、さっくりやっていくか。こいつらは、ここは気づかれやすいですからね。なに？バッツが効かない。しかし倒した。全部立体。まだ気づかれていない。いきなり監視中になった。しかし倒した。前方から接近中。あいつも、ちょっと遠いか？さっと倒す。バッツの頭を狙っていきますか？頭、あらっと倒せなかった。やはり爆発でなくても、バグっちゃいますね。あれ？どうだ？倒したか？わからんな。バツース。まだコション。後ろに犬か。犬は厄介だからな。前方に一体、一発が2000とか。2×8 だとするとね、恐ろしいですよね。向こう側にもリスポンしてんのか、これは。一回倒していくか、じゃあ。あれ？あそこレジェンダリーいる。やつを倒そう。おーし。レジェンダリー破壊。夜行性のマリンアーマー星一つか。ここに犬もいる。あそこにも一体。ふい。まずは奴だ。ふい。近場にはいませんが。誰だ？後ろにも一体。上にもいますが、この距離なら倒せる。またレベルアップした。早い。これはやっぱり早い。レベルアップが早すぎる。現在夜ですね。夜でサンドマンが効くのと、インテリジェンスもアップしますね。頭狙う。こちらに、一体を倒す。ほい、発射。おら、うわ。あら、重なってましたね。あ、しょ。ラッシュで倒して、まだ電池やか。おっと、レジになりだ。ガチンコ勝負。よし。なんとか勝ちましたね。お宝何かな？不屈の、左腕。惜しい。星二つ、インテリジェンスが増加。まさかの、さらにインテリジェンスアップ？これは素晴らしいな。左腕。現在の左腕は、これは変えて良さそうだね。改造が必要だな。ちょっと性能が下がりますね。改造してないから。インテリジェンスアップを優先していこう。いや、いいもん手に入れましたね。今後もよりレベルアップがしやすくなりますね。時刻は、そろそろ朝かな。レジェンダリー発見した。やったね。一発で倒せないか？気づかれずに倒す。ジャンキーのパワーフィスト。星二つ。V ダメージ増加。これは先導の方が強いかな。まずはタレット破壊する。下から。狙えないか、これ。ほら。交換打ってみるか？倒せますね。ほい。決まった。グールとロボが争ってますね。意外とこのグール勝ちますからね。グール破壊する。警備ロボはいないかな？では中庭の警備ロボ。接近して倒しましょう。爆破されるとしかし厄介か。そうだな。死にますね、普通に。こいつもレベル50だが、
経験値442。ベルマン。すごくいいぞ。ほら、3戦倒して、3311入った。やばい、まさかの3000超え？これはインパクトありすぎんじゃねこの、経験値量はね。一応ドアマンも倒していきましょう。1体、400入りますからね。やつって、442。今回中央には、ハニービースト。やつ射抜く。こいつは、経験値600か。ぼちぼちですね。ゴルフクラブも、買っていきましょうかね。これは、ステルスしなくてもね、倒せますね、こいつらね。あまりに威力が強すぎる。コンバットショットガン。さて、ここの経験値は？あら、いきなり、ウェンディゴ、うろついてる。ウェンディが600。普通のグールは、300かな？500。589。62レベルが、500以上入りますね。とても素晴らしい。後ろにも2体。太ったやつも582。ちょっといいか。遠いな。遠いが当たる。これで、ボルド94。あそこに行ってもね、4倍入るから。あ、まだレベルアップした。ちょっとまずいぞこれ。上がりすぎだ。ボルト94の敵でも多少上手くなるんじゃないですかね。あいつら倒しても1体経験値10ぐらいでしたっけ？ 4 倍だから40ぐらいになりますよね。ただあそこで不屈を使うの厳しいですかね。あ、レジェンダー発見した。ロボットアーマー。左腕。バッツでさっくり倒していくぞ。うら。経験値。取得しまくり。おっとっとっと、ケビロボ発見したけど、敵対してますね。倒していこう。爆発に気をつけて、一気にラッシュを決める。爆発するぞ、離れろ。経験値確認できませんでしたが。アサルトロン。やつも破壊する。あ、まだ生きてる。アサルトロンは、600経験値。すごい。グルの数だ。ベリー味がちょっと切れたかな。まあいいや、倒していこう。レジェンダル発見した。これはお得だね。さっくり倒す。これか？アサシンの50口径マシンガン。これは上からやるかな？一気にね。やつす。3つぐらい？ 3465 経験値。記録更新。前方に2体いますね。まずはここら辺のドアマンを破壊するか。現在アドベンチャーサーバーに移って、また夜ですが。あら、てい。2発で倒して。破壊する。てい。オッケー。ドアマンを破壊してと。なんか食らってるな。謎のダメージ。あ、こいつは、なんだ、レベル低い。1400しか入りませんでしたね。まあ、それでもでかいんだけど。一気にやるか。アサルトロンがちょっと邪魔だが。奴から破壊する。ロボも、破壊して。あ、こいつも、経験値低いな。1600？ どういうことだ。ステータスは特に、問題なさそうだね。インテリジェンス34。なんか壊れた。武器壊れた。マジか。一回修理戻るか仕方ない。時刻は朝ですが、いきなり奴がもう復活してますね。セントリボット。これは嬉しいね。ベリアじゃ残り4分。奴のレベルは60。もう一回試してみようじゃ。破壊する。あ、ちゃんと入りましたね。3300。現在昼か。ここには、ガッツリのみかな？貴様倒す。823。随分入ったね。ヤオガイがいますね。奴は粉砕。900経験値。スコーチと争い始めた。私も参戦するか、これは。
降りてくるぞ。よし、一気にやるぞ。オラキ様を打ち分ける。一瞬で倒した。スコーチビーストでも2600経験値なんですね。タイヤはツルハシ。乱射で破壊。3100。ちょっと下がったかな。感じ的にはこの中庭2体と奥の1体。ここは確定なんですかね。この警備ロボ。さあと倒す。3300。あ、そこにいた。あばばばばばば。なんとかコション。回り込んで。やつつ。3300。やつは破壊。こちらも3300。お手軽だね。中庭には、グラフトモンスター。カメラチャレンジがありましたね。ちょっと撮っていきましょうか。せっかくなんでね。あ、どうだ。お、なんだ。動きが面白いけど。今だ。お、どうだ。結構いいの撮れたんじゃないか。40だから。経験値は、それほどなさそうですけど。899か。ぼちぼちですね。レベルアップした。これはすごいな、本当に。おっと、なんだ、モスマンが急に今現れました。うおー、ちょっと待って待って待って。デンちゃん、待て待て待て。これ殺される可能性ある。急いで倒さないとだ。うわー、危ない危ない、ギリギリ。1600、モスマン。経験値高いな。今面白い瞬間を撮影できましたね。急に湧いて、ショットワープしてきた。なんだかね、ミュータンとかいるなぁと思っていたんですよ。ロボが死んでますね。とりあえず奴らを破壊するから。こいつら倒して、経験値は、やはり高いね、ミュータンと。まだ結構いるようですが。バーツで倒していく。まだなんかいるな。モングレル。モングレル倒してと。アサルトの破壊。693。近づいてやろう。三発で撃破。3465。今んとこ私のステータスでは、これが限度ですかね。もう少しインテリジェンスとか、上げることができたら、さらにすごいんでしょうね。インテリジェンスを15まで上げてね。さらにパーティーを組む。カリスマのパークで、なんか、他のプレイヤーとパーティーを組んでるときにね、インテリジェンスがアップするみたいな、そんなパークカードがありますけど、そこら辺もつけると良いようですね。ターゲット消失。今行くぞ。3発で殺す。こちらに1体、やつを撃破する。これ完了だ。よし、サムネイル画像は、これでいいかな。こちらで撮影。あとはロゴでもつけますか。では今回はこの辺で一回終了します。また次回。